新庄の市長になったのはいいが、やるべきことが多く存在した。カープの市長に選ばれたのですね。おめでとうございます。カープの力は把握してますか？悪新庄市長として正式に活動するための試練があるのは把握しておりますか？いえ、教えをいただけますか？カープは、感情の掌握、太陽の籠を持つ悪魔様です。詳細は後に説明いたします。まずはあなたが市長としての最初の使命をお伝えします。拠点は問いません。運命に迷う弱き者に悪魔様の力で導いて差し上げるのです。穏健派であるあなたが真の悪神教としての導き手になることを私は望みます。そうですね。まずは100名、教徒を作りなさい。それが成し遂げれば正式に悪神教市長として多くの市長があなたを歓迎するでしょう。ありがとうございます。リフレット様のお導きに従い、私ラビウス、精神性試練を達成してみせます。なるほど、穏健派とエイドやることは同じ、信者を救って教えを広める、それが過激な方法か、穏便化はその市長に委ねる、そんなものか。それに他の市長に会えるのは大きい、もしこの情報を手に入れれば有力な情報だ、防衛軍にとっても大きなメリットになる、俺が希望になれる。悪試験の詳細は以上です。悪試験打開と打点解放、この二つの説明はどうしましょうか。よろしくお願いします。悪試験打開は悪魔様のお力を借りる術となります。強力な恩恵ゆえに自身に悪魔様のお力を無理に宿せばその分負荷がかかります。使用する際は細心の注意をお願いします。あとはあなたは君主の地位に存在する悪魔様と契約しています。なので打点解放について説明いたします。とても重要なので絶対に忘れないでください。打点解放は自身の身に悪魔様を宿らせ、あなた自身が悪魔になる力です。それはこちらとしても最終手段。なぜなら一度でも使えば人から悪魔へと肉体が変貌します。つまりもう二度と人として生きることは不可能になります。打開よりもはるかに強力な力ですが代償がつきます。それは一生、いえ、死んでからも悪魔としての死を迎えるので、絶対に天国、冥界、地獄といった世界には行けません。つまり輪廻転生も不可能です。そして一度悪魔になった場合、何度でも打点解放を使うことが可能となります。市長によっては悪魔になれるのならとこの説明をした途端に打点解放を使う方もいるそうです。タイミングはお任せします。わかりました。ありがとうございました。お一つお伺いしてもよろしいでしょうか。リフレット様はもう打点解放を使用したのですか。私に打点解放は必要ありません。それだけです。そうですか。では次は朗報とともに。そもそも私は悪魔じゃない。要件が済めばこの組織なんてすぐに離れる。私が気配をたどるのが下手なせいで、こんなにも時間がかかってる。主様、お待ちください。必ず見つけ出します。姉様に代わって必ず。あら、新入りさんですか。お強そうですね。市長、待て。今は俺も同じ。仲良くしていれば情報はいくらでも入るんだ。試練ですか。大変ですね。お手伝いいたしましょうか。結構、それに話がうますぎる、裏があるんだろう。互いの利益を生み出すのでうまいのは当然です。それにあなた、防衛軍の人間でしょ。なら私と協力するのは最善だと思わない。私は公爵、ここ数年は結果を出し続けている実績もある。君主といえど新人、ここは一度ベテランの横で学ぶのも悪くないわよ。一理あるか、それに別に今は市長も敵じゃない、出世も特に存在しない、互いの利益を求める味方、穏健派なら使うではないか。わかった、それに俺のことは結構調べているみたいだしな、その情報も、信じてみるさ。では日本に向かいましょう。今私はそこで数人の市長を集めて活動しています。WCDT 頃になると最も注目される街ですからね、その稼ぎ時を見逃さない手はないわ。そろそろね、こっちもいい人材が来てくれたおかげで助かるわ。もちろんあなたは好きに動いていいわ。私は動き方を教えるだけだから。疑問なんだが、なんでお前は東京で活動しているのにイギリスの大聖堂にいた。まるで俺がイギリス大聖堂に来るというのを数日前から知ってたみたいに。悪神教市長の第一犠牲者、46番ビフロンスの市長、シブ・ハーデス、それは日本だった。法王アンテ様が亡くなられた3年前も日本、今まで悪神教が所詮島国と侮っていた国から被害が出ている。この犠牲とは私たちではなく、悪魔との契約の話ね。そして3年前から大市長を除く、市長全員の力が失われた。私みたいな異質を除いてね、そこから穏健派と過激派の派閥争いが起きた。内乱ね。大市長も穏健派の色欲、現状維持派の怠惰、過激派の強欲、自由派の暴食と方針はバラバラ。市長も誰の方針についていくか悩んだでしょうね。
その中で一番不人気だった穏健派が大司教が代わって穏健派筆頭に立った。そのおかげで力が増してきた。司教たちの力が戻った1年前の8月頃からも変わりなくね。遠回しだな。つまり俺、軍師クラスの司教を穏健派に入れたかったというわけか。きっとあなたも馴染むわ。さて、そろそろね、日本に向かいましょう。違う、私は穏健派じゃない。過激派、穏健派みたいな連中のところに貴重な君主へ取られてたまるか。今はまだ準備段階だから、私自ら勧誘していただけ。あんたみたいな有名人は調べなくても防衛軍ってわかるわよ。それで、どうすればいいんだ。教徒を増やすのは勧誘、洗脳、脅し、何でもありなの。要は毎月会員になってお金を落としてくれれば教徒、悪信教はそういう認識よ。私は勧誘、穏健派だからね。その分効率は悪いから資金は他の司教が補っているわ。なら俺も勧誘か。あなたには優秀な悪視権があるじゃない。感情掌握、これで洗脳してしまえばいいのよ。楽に実績を出したいならその方が楽よ。バカ言え、俺は防衛軍でもある、一般市民に。この試練の成果によって、悪信教全域にあなたの技量が行き渡る。ここで妥協していたら上との接触を図るなんて夢のまた夢だと思わない？なんでそれを。いいから、別に他言しない。むしろ協力者になれる。あなたが名を広めて、その配下に私たちがいればいい。あなたが防衛軍で活動するとき、私たちがあなたの代わりに動いてあげる。どう？悪い話じゃないでしょ。なんでそこまで、派閥争いのためか。そうそう、それにあなたも防衛軍と一緒にやっていたら時間も取れないでしょう。短時間で結果を出すにはこうするしかないわ。俺は言葉通りに感情掌握で洗脳していき、たった1日でノルマだった100人を難なく達成したのだ。さすが、このまま報告してもいいけどどうする。せっかく出張しているのだし、稼げるだけ稼いでおいた方がいいんじゃないかしら。そうだな、俺も現地調査の任務で出ているだけだからな。長いはできない分今のうちに数字は出しておきたい。あ、そうだ、もちろん、ラディウス司教が知りたい情報って過激派とか悪信教の上位にいる人たちの情報よね。そうだけど。じゃあ人も殺しておかないと、大丈夫、罪人を裁けば問題ない。そして反勢力が襲ってきても面倒だから、その死体を使ってキメラを作りましょう。下手すぎているぞ、罪人でも殺せば罪だ。でも穏健派のやり方で知名度上げても誰も興味を示さないわよ。だって教徒を増やすだけなんて全然刺激的じゃない。刺激を求めている連中に見られるためには刺激的なことをしないと意味がない。そうでしょう。今のネットもそう、刺激的だから形はどうあれ一気に知名度が上がる。穏健派みたいに刺激が少ないことをしても誰も振り向かず栄光があっても埋もれる。悪信教だけの心理じゃない、一般人にも該当する心理。だからいつまでもそういう連中は消えないの。好きの反対は無関心。つまり、無関心にさせなければあなたの勝ちなの。学校の先生でも真面目で常に本を読んでいるような子よりも悪さをしていた子の方が印象が強くて覚えてもらっているものでしょう。つまり真面目は刺激よりも評価されない。正義を貫くのはいいこと。だけどそれは自分の手を汚さずに成果を得たいという甘え。本当に実績を残すなら多少の犠牲と汚れはないとね。現代でもフィクションでも国のためと他人を殺め、騙し、狂わせ、陥れた者が貴族、英雄、王と崇めたて祀られる。綺麗な手を見て果たして庶民はその貴族、英雄、王を実力者として認めるかしら。実力に疑問を抱かれる。人は綺麗を望むくせに綺麗に対して疑惑を感じる生き物。綺麗をただ綺麗と認めない。疑う、ならいっそ汚れている方がわかりやすい。認めてしまえばもっと動きやすいものよ。わかった、犯罪者に当てがあるか。もちろん、生きてても仕方ない人間はたくさんいる。それを死で解放してあげるのも優しさよ。人は死を選びたくても自分では選べない人は多いから。これも正義なら。さすが、手慣れてるわね。罪人を裁く、防衛軍でもやってきたことだからね。防衛軍の仕事の一環だと思えばいいのよ。ダークヒーロー、正義側でも悪を裁き、時には悪という立場で悪を裁く。今の防衛軍含め、悪になることに対して恐怖を抱く者が多すぎる。あなたはその一歩を踏んだ。誰もができることじゃないわ。それで、このまま死体を使えばいいのか。このままだと弱いから他の死体を組み合わせる必要があるわね。そして感情掌握でゾンビを作る。他の洗脳信者は同じくゾンビのように増やしていけばいい。ここまで来ると WCDT が終わって全員が帰った頃には大量の信者とキメラ勢力の誕生。ラディウス司教の悪信教東京支部が完成する。それが確実に上に伝わる。そうすればお近づきにもなれる。きっとあなたは英雄になる。あなたの求めるものすべてが手に入る。地位も、金も、女も、娯楽も、力も、すべてがあなたの意のまま。それくらいの見返りはあってもいいんじゃないかしら。今この時こうやって手を汚し、平和に貢献しているのだもの。力があるあなたは弱者を好きなようにしていいの。今ここにいる私の体も、あなたなら好きにできる。それだけの力はある。
それ以上俺に絡みつくな。色仕掛けに興味ないんだ。あら、もう心に決めた人がいたのね。それとも男に興味あるのかしら。それともおばさんは専門外。ダークヒーロー、その響きが良かっただけだ。この世は不公平だ。俺は罰せられない悪を心の底から嫌っていた。人を殺した大罪人も時と場合では裁かれない。そんな不条理があっていいのか、ずっと疑問だった。俺のじいさんも悪神教主教だった。穏健派だったらしい。だが悪神教だからと殺され、そしてじいさんの死を周りは盛大に喜んでいた。その中にはそんなクソみたいな世界も存在するんだ。だから俺が独自で罪を制裁し、その上で正義を成り立たせることができるのなら喜んで手を血で染めよう。じゃあね、決めた。俺のことは今後、ベルディア、と呼べ。死んだじいさんの名前だ。思い出した。数年前この体を乗っ取るために使った君主のジジイのマモか。実に面白い言い方だ。俺は顔や声、名を変えベルディアとして、じいさんの無念を背負ってこの正義を成してみせる。自ら汚れないと得られない平和がある。俺がその礎になろう。そして大会前日にシアーネたちが全滅し、大会中にファルドラと対峙し、協力関係となり、今こうして俺の正義のために犠牲になろうとするファルドラを糧に俺は自身の正義を突っ通す。すべては愛する人に振り向いて再度可愛い笑顔を見たいがために。そしていつか俺の愛を彼女が受け止めてくれると信じて。なのに、なのに、天の絵隊長は死んだ。なんで、俺がずっと愛していたかったのに。なんでなんで、死んだ。なんでこのタイミングなんだ。俺がそばにいたら、誰に殺された。許せない、許せない。防衛軍は何をしていたんだ。なんで詳細を誰も知らないんだ。情報一つ共有もできてないのかよ。ふざけんな。もうお前ら正義でもなんでもねえよ。ただ少数派を実力行使で潰すだけのクソ野郎じゃねえかよ。大多数の正義が正義と疑わずに少数の考えを一切認めないクズどもが、俺はなんでこんな奴らのルールを守らねえといかねえんだよ。そのルールで何が守れる。くだらない見せかけの平穏だろ。もういい、俺が正義、俺がルールを決めてやる。邪魔するお前らはさっさと消えてしまえ。この世界は理不尽と不条理に満ちている。俺がこの理不尽を過去のものとしない。今存在する偽りと偽善に満ちた正義を壊し、俺が新たな正義となる。服用発行。お前の正義を今ここで壊してやる。虚構迷宮の名にふさわしく、お前の正義を偽物にしてやるよ。悪事件だかい。革命の時は来た。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。